青森にはサイゼがないのですよ。それ知らなかった。言われるまで確かにもう行ったことないな。ないでしょ、うん、だから今日、ま、実質初めてじゃないけど、うん、ほぼ初めて。ほぼ初めて。もう 2,3 回でしょ。うん、そんな行ったことない。俺がおすすめをちょっと教えた。あとツイッター界隈でさ、サイゼが盛り上がって、盛り上がってあれ見てめっちゃ行きたいなって思って、うん、すごい宣伝効果だよね。でもすごい株価上がってるだろ、うん、上がってた。青森にないん、すごいな。ない、ね、青森だけじゃなくてなんか何個かあるみたいな。なんかこれはサイゼがない岩手に対する挑戦ですねみたいなリップとかもあったドミナント方式なんでしょう、展開が。薬局とかさ、焼肉屋とかに多いやん、ドミナント方式。そうなんだ。その各店、各県にっていうわけじゃなくて、うん、その県でシェアを取るみたいな。そうそう、ここからファインとかさ、あ、次薬局とかさ、全部ないかもしれない。薬局ないの。おすすめはね、やっぱこれ絶対頼んでほしい。うん、ハラミチキン、うん、またマルゲリータピザ、そしてミラノ風ドリア、うん、ユンピードリアそんな食べなさそうやけど、ドリア、あとはパスタ、これがおすすめか、うん、え、でもこれ1個、私も2個食べよう。2個、うん、めっちゃいいね、安い、すごい。ペペロンチーノが300円で食べれるの。安いな。いや、ま、ミスったな、俺めっちゃ白できた。めっちゃ白や。頼もうか。で、PJ01、 ペペロンチーノ、なんかあんまり食べないけど食べてみたい。ペペロンチーノってうまいの。ペペロンチーノ、そんなこと言わないで、うまいだろ。まあいいよ、じゃあ、はい、そう言われるとあんまり食べたことない。俺じゃあシシリ風でいいや。カルボナーラもあるじゃん。あともうこれ DG01、 そんなに食べれる。食べる。これも高校生の時にいつも頼んだミラノ風ドリア辛味チキン。高校生おしゃれだな。え、ファミレスやん。いや、でもだってないもん。おしゃれしてきた。それでレアに。何気に髪がさ、黒になって、黒っていうかアッシュになったよね。そうなの。ここがちょうど、わかる？うん、これとか。今ちょっとあの結んでるからあれやけど、あ、これ結構わかるわ。結構わかるで。このインナーのとこがよりわかりやすい。わかりやすい。いい色やな。今やっぱりサイゼリア高校時代なかったらどこ行ってた？本当にどこも行ってない。ほとんどファミレスないの。ないことはないと思うけど、うん、そんな周りに学校帰りに寄れるようなとこはなかった。へえー、それ悲しいな。中学はどうせ行けへんかってもあれやけど、高校はさ、高校でカフェでテスト勉強とかないわ。なかった。休みの日に学校に来てやるっていうのはあったよ。デデーンじゃあ来て、エナピ。はい、さっき食べたけど、あー食べてほしいって言って食べてほしいけど、やっぱりね、一口目はやっぱり大好きなものの口に入りたいと思ってるから、こいつも。ああ、まあ疑心暗鬼のやつの口よりは、うん、うまっ。食べましょう。辛味チキン、これ食べて。おお。うん、うまい。辛味チキンって少ないよな。そんなすごい辛いわけじゃないね。うん、全然辛くない。辛くないチキン、辛くないチキン。あ、前なんか言った気がするわ。辛味チキン、悲しみチキンとか、うん、悔しみチキンとか。でもそれ一回だけヨメピーと言ってたことある、これ動画で。それぐらいじゃない。うん、そうだね。美味しい。うまちゃんと食べれてるよ、偉い。このパスタとかさ、全部一気に持ってくのやめてほしいな。そうだな、一気にしたな。パスタ乾くやな。すべてが一気に。ちょっとクレーマーみたいになっちゃってるけど。絶対どれか冷める構図やな、これ。いただきます。うん。この上のやつ混ぜた。混ぜた方がいいよ。ちょっと一緒に食べて。これがうまい。今なんかライスばっかりやったよ。チーズうまい。うん、やろ、うん、この辛味チキンだけをさ、切り出してみて作っても嬉しそうやな。うん、ありそうだね。うん、ちょっ
そうだな。ワゴンとかも、うん、なんかフェスとかもありそう。行けそう。ピザも本当に全部一気に来たから、なんか温かいうちに一種類ずつ食べたい。一種類ずつ。うんうんうん、ラーメンってさ、うん、絶対頼むのはいつも同じなのに、パスタは結構その時の気分によって変わる。うん、なんかいつもでもカルボナーラのイメージだわ。うん、そんなことないか。あー、これなんかすごい半熟、美味しそう。うまいか。あんまサイズでカルボナーラって食べないけど、うん、美味しそうやね。うんうんうん、チーズの味がすごいする。チーズが固まってたとこだったか、ちょっと混ぜた方がいいかな。ちょっと食べる？うん、後でも、うん、美味しい。チーズ振りかけてやる。うん、粉チーズみたいな。いや、粉チーズってより結構削った感じの、うん、なんかさ、うん、あれじゃん、チョコレートとかも削ったやつ、ケーキの上に乗ってたりするじゃん、あんな感じ。え、削ったある、粉じゃない、雪みたいなやつ。違う違う、どれでも取っかも。カルボナーラね、美味しいとこと美味しくないとこすぐ分かれるからね。食べた。うん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 、うん、うん、うん、ほんま全部まんべんなく食うのむずいな。うん、チキンは最初以外も食べれてないんだけど多分そうなってきた。まあ、全部食べてみてさ、どれが一番うまいこの中で。うーん、辛味チキン、あ、一番人気ですからね。ほんまでも最初来ては辛味チキン頼むやつええのっていうぐらい人気ある。うーん、そうなんだ。まあ、おるかすぐ主張変えるやつ。こんなすぐ引っ込めないね、ふーんって言ったのにサイゼが晩ご飯って久しぶりっていうか、ほんま初めてちゃう。うん、初めて。あれだって結構昼やったよ、お昼だね、動画で撮ったやつ、うん、結構カロリー高そうだな、全部来ると、うん、どう、青森にはないサイズに来て感想が感動です。クオリティ高い、本当に、うん、安すぎでしょ、しかもこれね、高校時代にあったら高校の時行ってたよ。それは行くね、高校生行けるお金でな。うん、ほんとそういう高校でなんかお店に行くっていう思い出ほとんどないよ。直帰、直帰だな、そう直帰部活の後にラーメン屋になんか寄ったのもあったけど、うん、ラーメン屋に、ラーメン屋に寄ったな思い出はある。ほんまにじゃあ全然行ってへんの。うん、ほとんど行ってない。学校の周りにそういうお店がなかった。あわれなり、あわれなりって何て言った？趣がある。全然違う学校の周りにないの、いつも、いつも鳥類、あわれみの例のあわれみで、うん、なんででも逆にさ、そういう意味に なったのかな。私はあわれなりってさ、趣って意味だから、今は確かにかわいそうみたいな方が主流に。妬み、趣がある、言いたくないから。豪邸とか見て、でも掃除大変そうやなみたいな。あー、そう、精一杯の嫌味。そう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 、掃除大変そうやな、それぐらいしか言うことも、うん、羨ましくて仕方ない。実際住むとしたら大変やろなとか、だから哀れなりって思う向きあるけど、うん、哀れやな、かわいそうやなってすごいそういう妬みの意味だったんだ、うん、今まで使ってた。はい、というわけで MIP のほぼ初サイゼでした。美味しかった。